たいのがあるじゃないですか。あ、やっぱりちょっとね、準備運動的な感じでチョリボーってやつが、これが辛さが星3つというか、唐辛子3つ、唐辛子3つ、この明太子ってやつが唐辛子3って書いてある。このしみ盛りってやつがやばいっすよ。これしびれる山椒パウダーつのをかけたら唐辛子10の辛さになるらしい。やばいっすよ。色がだって金色で、ああそうか、三上もこれが一番辛さなんで、これ最後ですか。ラスボス的な感じで、なるほど、チョリボから、チョリボちょっと待ってください。あ、見てください、形がほら、すげえ、ほらマカロニみたい。マカロニの色がちょっとなんかオレンジっぽい感じの、そうですね、マカロチョリソ味じゃん、マカロチョリソ味じゃん。じゃあ食ってみますかね、せーの、お、うん、この割と、硬いというか、ちょっと噛み応えがあるから、ね、よっぽど手抜けじゃないですか、これは、うんうん、これはなんか美味しくいただける感じですね、うん、しびれるっつうほどではない、うん、ちょっとこのパウダーは若干ピンピンとするけれども、あ、はいはい、で割と結構早い段階で辛さが来る、あ、割と辛さはサクサク来るんだけども、そんなにこの山が高くないというか、うん、ちょいピリ、ちょいピリボぶっこんで、適当なことぶっこんでいるんで、チョリボーですよ、チョリピリボーじゃないです、違う、チョリピリボーじゃないです、最近メガですねじゃあこの、あ、そうですね、麺、麺とこれうまそう、麺とうまい、こうまい、大好きです、明太子明太子、大好きです、明太子ね、辛さ指数3ですからね、ほら、お、お、ちっちゃい、ね、すごくちっちゃい、一口サイズ、いただきます、いただきます、一口じゃ全く分かんないですね、うん、辛さが、いや、明太子味しますか、しないっす、ね、あんまり明太子の味がしない、うん、そうですね、食べやすいけど、うん、犬ですかふ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 か、ちょっと魚系の匂いがしますけど、明太子感はそんなないです、うん、明太子感はない、ね、うん、さっきのよりも小さい分大丈夫ですか食べやすいけど、うん、食べやすいですね、食ったインパクトがあんまりないから、うん、こっちの方がちょっとね、うん、このハードな感じ、そう、こっちの方が、うん、食べてる感があるというかね、うん、ちょいからも何でしたっけ、ちょっと残念な感じ、確かに、うん、いっちゃいます、いっちゃいます、しび盛りですよ、しび盛り、しび盛りいっちゃいます、しび盛りいっちゃいます、しび盛りしび盛り、まずじゃあその山椒パウダーっていうのがこれなしでまずどのくらいあるのか食べてみますよ、ノーマルの状態で、はい、見た目はこんな感じでございます、輪っかの形してません、よくある暴君な感じですね、うん、よくある暴君な感じ、よくある暴君、このしび盛りを食べてみます、いただきます、まあまあまあノーマルですから、うん、ノーマルなのかな、それとも全然ノーマルより辛くないですか、そんな辛くないですか、うん、これだけだと、そうそう、これだけだとね、これは普通のボークハバネロ状態なんですか、これだ、これだと、ねえねえ、そこは知りたいです、僕は分かんないですよね、そうそうそう、特には何にも書いてはいないですね、まあまあ、じゃあ行っちゃいましょうか、じゃあこのしびれる山椒パウダー、これをかけてみたいと思います、入れちゃいましょう、入れちゃいましょう、入れて多分シェイクシェイク、あ、なるほど、いいな、なるほど、胸騒ぎな感じですおっさんか全部入れますよ、もう、はいはい、おぉーバサ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 、歌いながらお願いします、シェイクシェイクギリナムーベリーベリースパイコーヒーハッシェイどこまで使われるかわからない一生懸命踊るさ二人ならやれるさ、いやいや頑張れ、全然食ってなかった俺が混ざりました、頭が今混ざりました、あーでもすごいこの山椒の感じはものすごい、まあ見た目はほとんど変わんないですけど、でも香りがいいです、うん、すごい、あの山椒ってあんまりないですもんね、うん、ないですよね、激辛系で、うん、結構この食欲をそそられる感じが、うなぎ食べたい、そう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 、うなぎのあたりを、ね、いただきます、いただきます、うんうん、全然違う、うん、うまい、うまい、うまいっすよね、うまい、辛いっていうよりも、うん、甘さも辛さも加わった感じ、はい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 、山椒いいかもしれない、うん、これがうまい、これが一番うまい、3つの、うん、これうまい、どれが辛いかとかじゃなくてどれがうまいかとかじゃなくて俺は本当にうまい、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 お菓子っぽく
ないというか、まあ、山椒なんで、うん、の面台にありそうでなかったって書いてあるけど、こっちの方がありそうでなかったって。まさにそう。おいしい。香りがいいすごく、ね、うん、いいですよね、うん、だ後からちゃんと辛さも来てますけど、うんうん、我々にとっては、うん、いったらってわけじゃない。そうですね、じわっと、そうそう、じわっと辛さと熱さが来る感じ。そうそうそう、これはいい、うん、これはいい。お酒とか飲む人はビールのアテとかにいいかもしれない。ちょっと見るかと言われたので結果、ハイドチャンネル&埼玉の仙人が選ぶこの激辛スナップはシビモリということで決定で。シビモ